いい色ですね。ナスを入れて絡ませる。ナスがピカピカに。うまい。こんにちは、脇谷友司です。脇谷友司の友司チャンネルです。今日は皆さんが大好きなナス、こんな感じです。ナスを使って美味しいナス料理をご紹介します。ナスは皮をむいてですね、皆さんこのような棒状に切ってください。なぜかと言いますと、ナスは我々はレストランでは油で強い火でザッと揚げてしまうんですね。家庭だとそれがなかなかできないので入り焼きするんです。そのためにこのように棒状にします。それには粉をこうやって振って、こんな風にしてですよ、全体的にまぶします。こんな風にして、そうすることによって味が乗りやすくなるということですね。こういう感じです。全体的に小麦粉を塗りました。小麦粉を塗りましたら今度は卵です。全卵を約半個、こんな風にします。それでですよ、こうやって絡ませるということです。こんな感じでですね、そうすることによってナスを入り焼きした時に味が乗りやすい。太白、一回し、二回し、こんな風にします。そこに先ほどのナスをこんな風にですね置いていきます。そうすると卵と小麦粉がついているので膜を作ってくれ、味が乗りやすく美味しくなります。これで入れたら蓋をして弱めの中火で蒸し焼きするイメージです。こういうふうにですね、ほらちょうどいい感じで、あーいい色ですね。ナスがですよ、こうやって焦げる感じ、小麦粉をつけてるのでこんな風にこんがりと焼けるわけです。これがこの料理のポイントになります。そうすると少量の油で調理することができる。それで味が乗りやすい。我々プロはレストランでは大量の油でさっと揚げてしまうんですけどね。今油も調味料もすべて高騰してますよ。ですので少量の油でこの太白で入り焼き、香り豊かに美味しくなるということです。あとこちらの材料を見てください。今日は豚のひき肉、ネギ、生姜、ニンニク、豆板醤です。これだけで美味しい麻婆チーズできます。そうしましたら一度この焼けたナスを取り出します。こんな感じです。これだけで鰹節かけて食べてもうまいですよね。そこで今度はひき肉です。一つの鍋でゆっくりと香りを出し、こんな風にしてひき肉が色が変わってきたところで今度は豆板醤が入ります。豆板醤を入れてこのように香りを出すことが大切です。そこに薬味です。ネギ、生姜、ニンニクと入ります。こんな風に入って炒めて炒めていきます。こういう感じです。香りが立ってきました。そこで今度は調味料です。今この火をちょっと弱くしておくところで調味料いきます。お酒が1杯2杯です。そこにお醤油が1杯
2杯です。そこにお砂糖が1杯半です。1杯半入りました。このように合わせ調味料を入れて、そこでいきます。じわーっと入れて、お水が1杯、2杯、3杯です。こんな風にして調味料を入れました。そうすると今ソースが、このひき肉がこんな風にして味が出てきます。そろそろですよ皆さん。これもあんまり煮込まないで焼き付けてますので、ここでソースをしっかりとちょっと白濁させて、こんな風にとろみがついてきたところでいきます。ここで今日は水溶き片栗粉を使いますんでね、見てください。ナスを入れます。ナスを入れて絡ませる。うん、おいしい。そうしましたら水溶き片栗粉を軽く大さじ2杯入れたら、水も2杯入れます。そこでいきます。これをふわっと絡ませて、あとは混ぜて混ぜて、こんな感じです。とろみが周りにまとわりついて、最後に美味しい一番搾りをふわーっと入れます。そこにラー油をふわーっとかけて、これで完成になります。うわ、見てください、こんな感じでですね、ナスを入り焼きしてまとわりつかせるマボチェズ、これがまたですね、ナスがピカピカに光って、そこにネギをパラ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 とって、それでギャバンの美味しいファーチャーホエンをパラ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 で振りかける。そうすると、うわー、今香りが立って、香りがいいマボチェズ。それでは皆さん、いただきます。今日も、うわー、金目前最高。今日は見て、この銀シャリですよ。これほら、ピカピカの銀シャリに、やはりこれはマボチェズ、最高ですよこれ。いただきます。ナスが香ばしくて、豆板醤と辛みが効いて、これに銀シャリ、この暑い時期に辛いもの食べて、発汗作用ですよ皆さん。汗ダクダクかいてですよ。うまい。これはいくらでも入る感じです。皆さん、ひき肉とナスをこれだけで最高のおかずですよ。やっぱりね、中国料理はいいな。もう止まらないですもん、箸が。食べ盛りのお子様、じいちゃんおばあちゃんも喜ぶマボチェです。